ここはサバンナ。たくさんの動物たちが大自然の中で暮らしている。逃げても逃げてもあのライオンめ、僕のことばっかり狙ってくる。ねえねえ、サルくん。わあ、ああもうびっくりした。ゾウくん驚かせないでよ。今ライオンに追われてるんだから。突然なんだけど、僕やりたいことが見つかったんだ。めちゃくちゃ突然だね。とりあえずその話、後でもいいかな。今追われてるんだよね。あ、そうなんだ。あ、でね、僕のやりたいことっていうのは、今流行りの YouTuber になりたいと思って。全然話聞いてないね。まあいいや、とりあえず追ってこないし。ヒカキンとか子供に大人気のやつね。そう、名付けて雑巾 TV。 え？もう一回。雑巾。雑巾？雑巾。まあいいや。それでどんな内容なの？うん、世界の珍しい楽器を紹介していこうと思うんだ。サルくんはゲストということで。あ、今やるんですか？はい、ということで始まりました雑巾 TV。 始まっちゃったよ。記念すべき初ゲストはサルくんです。よろしくお願いします。今日のテーマはこの楽器です。じゃん。うわ、なんだこれ。初めて見た。キラキラしててお鍋みたいな形だね。パンはパンでも食べられないパンはなんだ。そう、スティールパン。今日はこの楽器を紹介するよ。スティールは英語で鉄、パンは鍋、つまり鉄の鍋ってことだね。その通り。この楽器はドラム缶を加工して作られた楽器なんだって。カリブ海に浮かぶ島国、トリニダード・トバゴ共和国というところの民族楽器なんだよ。へえ、南国の楽器なんだ。どんな音がするのか聞いてみたいな。早速音を鳴らしてみよう。これがスティールパンの音盤です。でこぼこして亀の甲羅みたいだね。スティールパンの音を鳴らすには専用のスティックを使うよ。ゴムがついている部分で音盤を叩いて音を鳴らすんだ。こんな風に。すごい、響きがあって不思議な音がする。それだけじゃないんです。ドレミファソラシドを弾いてみると、順番がバラバラだ。そう、スティールパンの音盤はもともと1枚の鉄板だから、隣の音盤と響きが混じり合っても綺麗な音に聞こえるように計算した並べ方なんだって。サルくんもほらやってみて。え、僕もできるかな。できない。そうだと思ってましたよ。なんでやらせたの？僕ら動物には無理なので、ここからは手先が器用な人間の友達にバトンタッチしたいと思います。よろしくお願いします。
の演奏は楽しんでもらえたかな？他にも珍しい楽器が世界にはたくさんあるので、みんなも見つけてみてね。最後まで見てくれてありがとう。バイバーイ。